この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、絵から力強さを感じるイラストだと思います。イラストレーター名ロニンさん、タイトルしおりさん。こんにちは。僕は小さい頃から絵を描くのが大好きで、好きな漫画やアニメの絵を描くのが好きでした。私はオリジナル絵を描くのがずっと苦手で、でも最近絵が上手くなりたい、絵の仕事がしたいと強く思うようになり、デジタル絵を始めました。今回添削に応募した絵は初めてデジタルで描いた絵です。このイラストは憧れの先輩から笑顔で話しかけてきているというシチュエーションを想像して描きました。描いてみたもののつまらない感じの絵になってしまいました。いい感じの絵にするにはどうすればいいのか、アドバイスをいただけると幸いです。添削してほしいところは、デッサン具類、キャラクターの陰影、バランス、背景など、斉藤直樹さんが気になった点、直すべきだと思うところを添削してほしいです。欲張りですいません、とのことです。まずですね、ロニンさん、何個もの初めてにチャレンジする行動力と、それだけじゃなくて具体的な目標、憧れの先輩に笑顔で話しかけられた感じを出したいっていう目標を決めて、そこに向かって絵を描いていくっていう姿勢がね、僕としてはすごく見習わなきゃなっていうふうに思いました。素晴らしいと思います。特にこの具体的な目標があるっていうところが成長には効果的で、それを達成しようと頑張ることでできないことができるようになる一番の近道になると思います。なので今回のキーワードはロニンさんが立てた目標、憧れの先輩から笑顔で話しかけられているというシチュエーションをもとに添削をしていきたいと思います。でね、描いてみたもののつまらない感じの絵になってしまったとロニンさんはおっしゃっていますが、この原因はですね、実は絵を描いていく前に考えなきゃいけないあることが足りていないから起こることです。そして実はですね、かなり多くの人がこの問題でつまずいていて、ロニンさんがおっしゃるつまらない絵になる原因となっているんですね。描く前に考えなきゃいけないあること、それは言葉の突き詰めです。憧れの先輩に笑顔で話しかけられたというシチュエーション、これが決まった段階で急いで絵を描き始めちゃうとですね、実はですね、こんな風な絵になってしまうことが多いんですよ。でちょっとね、こんな風に言われても今の段階だと、それのどこが悪いのって思ってしまうかもしれませんが、大丈夫です。分かりやすく順番に説明していきますね。それでは早速行ってみましょう。はい、まず基本的な問題からなんですが、今回は憧れの先輩を描こうと決めましたよね。なので主役は憧れの先輩です。憧れの先輩よりも目立つものがこの画面の中にあっちゃダメ。でも今ですね、背景の色がめちゃくちゃ目立ってしまっている状態だと思います。それはなぜかというと、サイドが高くて、補色対比が使われていて、そして明暗差がついているからです。そこを直していきますね。はい、こんな風にですね、 Photoshop でもクリスタでも同じですが、コマンド U、まあ、Windows だとコントロール U ですかね、これを押すとね、色相とサイド、そして明度の調整するバーが、ね、スライダーが出てきます。これを使って調整します。まずね、簡単なのが明度、この一番下ですね、これを上げることですね。ほら、これだけで色と色がぶつかって起きるハレーションがなくなったでしょ。でですね、紫と緑の組み合わせって結構ケバケバしい感じがするので、少し色相をずらしてみましょう。はい、こんな感じです。ミントグリーンと桜色とかの組み合わせが爽やかでいいかもしれないですね。さらに背景のパターンの大きさなんですが、こんな風に太いラインで本数が3本とかですよね。これだと結構印象が強いんですよ。これの印象を弱めるにはこうしちゃいます。
はい、もうね細いラインにして本数を増やしてあげる。こうすることで一本一本のラインの存在感が薄れて、よりキャラクターに目が行くようになりましたよね。はい、見比べるとねこんな感じです。こっちはね結構ラインに目が行っちゃってたと思います。こんな風に本数を増やすことでラインに目がいかなくなります。でですね、さらにこうしたいです。はい、少し上の方が広め、下の方をすぼめてですね、上から下に向かって見下げるような、そういうパースを強調するパターンにしてみました。なぜこうしたのかっていうと次で解説しますね。背景については今回は簡単にここで終わりにします。次は人物についての添削に移っていくんですが、人物の描写についてここはいいなっていうふうに思ったところがあって、それはさっきも言ったこの絵が見下ろし構図になっているっていうことです。これによって憧れの先輩しおりさんがこのよってね挨拶している相手、僕よりも背が低いことがわかりますよね。この見下げ構図で僕としおりさんの関係が想像しやすくなりますので、すごくいい描き方だなっていうふうに思いました。ですが一方でちょっとね見下ろし構図だということがいまいち伝わりづらい絵になってしまっている部分がちらほらあってですね、そのせいでいまいち見下ろしているということが伝わりづらくなっている部分がありますので、そこを直してみたいと思います。まずはここを直します。はい、足をね見せてみました。こうすることによってより下の部分まで見えているのと、ポイントはここです。ここの楕円の部分ですね。この胴体を輪切りにするとこんな楕円になると思うんですが、この楕円がポイントです。見下ろしにすることでここの楕円の角度はこんな風に正円に近づいてきます。これね見下ろしじゃなくて逆に目線と同じ高さにある場合の楕円はこんな風に線に近づいていくんですが、この下の方の楕円、正円に近い楕円を描いてあげることで見下ろしであることがより強調できるんですよね。でね、さらに見下ろしていることを強調するためにセーターを直していきたいと思います。はい、セーターなんですが、直す前はね正面で描いていましたが、少し中心をずらして角度をつけて描いてみました。こうすることによって奥にね、行ってる部分とか、あとは胸の下とかがね影がつけやすくなるので、正面の時よりも見下ろしであることが分かりやすくなったと思います。でですね、直す前に少し、気になっていた部分として肩の部分があります。特にこっちの肩なんですけど、ちょっとねこのラインが怒り型になってると思うんですよね。でロニーさんがどうしてこういう風にしたのかっていうと、多分ですね見下ろし感を強調したかったためなんじゃないかっていう風に思うんですよね。ただ今ね角度をつけて直したことで肩以外の部分で見下ろしであることは十分説明できましたので、肩についてはですねより女の子っぽい感じを強調するために怒り型を直してみたいと思います。はい、こんな感じですね。で次にここ可愛いなっていう風に思うポイントとして、セーターのサイズが大きめでダボっとした感じがあると思うんですけど、これはね多分意識的なのかな。もし意識的だとしたらそこもさらに強調してあげた方が可愛いと思います。なので少し修正してみますね。
はい、この脇の部分のラインとか、あとは襟元の開き方ですね。ここを少し緩めてあげることによって大きめのセーターであることがより分かりやすくなると思います。で、シルエットだけでも十分なんですが、影をつけてあげることでもね、さらにゆるふわなセーターの印象が伝わりやすくなると思いますので、やってみましょう。はい、こんな感じ。ちょっとね、書きやすくするために編みのラインを消してしまいましたので、そこを保管していきます。はい、こんな感じです。ちょっと最後の部分は見下ろし感とは関係なかったんですけど、こんな風にキャラクターが僕を見上げている感じ、僕から見たら見下ろし感をね、出してあげることによって、僕としおりさんとの関係を伝えられて、より見ている人が感情移入をしやすくなると思います。意識してみましょう。で、次、いよいよ核心の部分に触れていくんですが、顔ですね。いや、あの顔の中身はね、とても可愛く描けていると思うんですけど、ロニンさんがね言うように、なんか足りない、そういう印象は確かにあると思うんですね。で、それは何かっていうと、さっき言った言葉の突き詰めです。これができていないと、なんかパッとしないようなつまらない絵になってしまいがちなんですね。これはですね、言葉で説明するよりもまずやってみた方が早いと思いますので、早速一部修正してみます。はい、今何をやったかっていうと、しおりさんの顎をクイッと上に上げてね、少し偉そうなニュアンスを出してみました。これによって先輩と僕との関係値が強調されます。憧れの先輩って一口で言っても、そこにはいろんなニュアンスが含まれると思うんですけど、この先輩の場合はですね、こんな風によってね、かなりフランクに男っぽく僕に接してくれる先輩じゃないですか。でも、それに反して顔の角度を見てみると、はい、添削前はですね、少し上目遣いのような、むしろ男にこびるような目線になってしまっていて、そことよっていう仕草とのちぐはぐさでですね、少し違和感が現れていたような気がするんですよ。そのちぐはぐさをこんな風に撮ってあげるだけでも、この先輩と僕とがどういう関係なのかイメージしやすくなると思います。で、さらにしおり先輩の魅力をアップさせていきますね。こうしちゃいます。はい、こんな風に歯を見せてみました。こうするとどうなるのかっていうと、ガーッっていう風にね、豪快に笑っているニュアンスを強調することができます。これによってさらにしおりさんの男っぽさを出すのが狙いですね。この絵の主人公、僕はなぜこの先輩に憧れているかっていうと、おそらくね、しおり先輩に感じているギャップに憧れているんだと思うんですよ。背が僕よりも随分低いのに、僕を後輩くんってね、下に見てくる感じとか、あとは女の子なのによってね、男みたいに気さくに挨拶してくる感じだったり、そこに僕は惹かれているんだと思うんですよね。であるならば、さらにこうすることでもよりギャップを強調することができると思います。やってみます。
ほら、こんな風にポケットに手を突っ込むような男性っぽい仕草をさせることでも、そこのギャップをさらに強めることができると思います。憧れの先輩って一言で片付けるんじゃなく、じゃあなんで憧れているのかを考えてみることで、さらにしおりさんの魅力を引き出すことができて、つまらない絵から卒業できるきっかけになると思います。なんかつまらない絵だなっていう風に感じた時には、なぜ魅力的だと感じているのか、どこに魅力を感じているのか、それをね突き詰めてみてください。でですね、今もっぱらしおりさんの男っぽさを出すための添削をしてきたんですが、それだけだとね、しおり先輩の魅力半減しちゃいます。もう半分は何かというと、女性らしさですね。よっなんてね、男っぽいガサツな仕草をしてくるしおりさんですが、じゃあ薄汚れた服だったり髪の毛ボサボサな感じだったりしたら、憧れの先輩って僕が感じたかというと、そうじゃないと思うんですよね。そこにはきっと女性らしさというギャップが隠れていると思うんですね。そこを表現していってあげたいと思います。まずですね、髪の毛なんですが、髪の毛はこうしちゃいます。はい、ちょっとねバサバサしたシルエットだった髪の毛をこんな風に滑らかで柔らかそうな感じにしてみました。これによって男っぽい仕草なのに髪はきちっと溶かしていて、柔らかそうっていうねギャップが生まれます。あ、勘違いしてほしくないのは、バサバサな髪が全部ダメっていう風に言ってるわけじゃないですよ。当然ですね、そういう魅力もあると思うんですが、今回は僕の憧れの先輩というテーマですから、それに沿って考えるとですね、こうなるという意味です。それとですね、しおりさんっていう名前も僕はポイントだと思っていて、しおりってね、まあこれ世代にもよると思うんですが、ときめきメモリアル、ときめも世代にはね憧れの象徴みたいな名前なんですよ。もうね、しおりって聞くだけでなんとなく育ちがいい女の子っていうニュアンスがね、世代によっては受け取ってしまうので、男っぽい仕草とは裏腹に、一方では育ちの良さみたいな部分を含めていきたいなっていう風に僕なんかは思ってしまいます。でさらに髪の毛の柔らかさを強調するためにこうします。はい、これは毎度おなじみのですね、髪のツヤを描いてみました。しおり先輩のような黒い髪の毛でもね、光沢をちゃんと描いてあげた方がより髪の毛の柔らかなニュアンスが伝わると思います。髪の毛はこんな感じですね。でここでもじっと全体を見渡して、なんかいまいち違うな、まだなんか足りないんだよなっていう風に思ったらですね、名前を呼んでみるといいかもしれないですね。ちょっとやってみますか。しおり先輩、よう直樹、どうしたんだ、また先生に怒られたのかってね、こんな風に、名前を呼んでみた時に自分がどう感じるのかに心を研ぎ澄ましてみると原因がわかるかもしれないですね。しおり先輩は仕草が男っぽいし、ぶっきらぼうな受け答えなのに、なんかそこに魅力を感じてしまう。なぜかっていうと、その男っぽい仕草の奥からどうしてもにじみ出てきてしまう女の子っぽさ、そこがねしおり先輩の魅力なんじゃないのかなって思うんですよ。だからね、もしさらに女子っぽさが垣間見えたら、もっとドキドキするかもって考えるわけです。仕草とかは抜きにして、もう少し女子っぽさを出せそうなところどこかなっていう風に見てみると、あ、まつげを少し足したら女子っぽさがアップするかもとかね、思いついたりしますよね。ちょっとやってみましょう。はい、少しね女子っぽさが足されました。これで男っぽい仕草とのギャップも強調されて、さらにいい感じになりました。でももう一息何か欲しい感じもしますよね。
さらにワンポイントどこかないかなっていうふうに今度は少し関係を進展させてですね、しおり先輩が僕の彼女になったことを妄想しながら名前を呼んでみましょう。もう直樹ったら私たちもう付き合って1ヶ月だよ。せめて2人の時はしおり先輩じゃなくてしおりって呼んでほしいな。え、あ、はい、やってみます。しおり、ちょ、直樹、うん、やればできるじゃない。よくできました。次先輩って言ったらお仕置きだからねってね、ちょっと、一人で寸劇をしつつですね、そんなしおりの可愛さをアップさせられる部分ちらほら見えてきますよね。そうです、唇ですね。ここもさりげなくですが女子っぽさをアップさせるポイントです。やってみます。ほら、本当に些細な変化ですが、これだけでなんか女子っぽさってググッとアップしちゃうでしょ。ここはね、大事なところなので覚えておいてくださいね。ピンクのリップはスイートマジック、とっておきのコロンって言いますからね。大事な部分です。で、まあここまででも十分ですが、さらにもう一味何か付け加えるとしたら、いい匂い感だと思います。まあ、いい匂いってなんだよって思うかもしれませんが、いい匂い感はね、結構簡単に付けられます。こうします。はい、こんな風にね、ちょっとボケ足がついたパーティクルをふわふわっと空気中に舞っている感じを出すだけでいい匂い感が出ますので、これによってもしおり先輩、あ、先輩って言っちゃいましたね、しおりの育ちの良さをね、さらに表現できると思いますので、最後の一工夫加えてみましょう。はい、今回の添削はここまでとなります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風にね、変化しました。はい、どうでしょう。さあ、じゃあ最初から見ていきましょう。今回の添削ではですね、言葉をさらに掘り下げるのが重要だよという話をしました。憧れの先輩で終わらせるのではなくて、どんな風に憧れているのか、そこをね、掘り下げていきましょうという話をしつつですね、まあ、最初は少し関係ないんですけども、この背景がね、少しどぎつい色でしたので、しおり先輩を食ってしまっていました。なのでこのどぎつい色をですね、こんな風に和らげてしおり先輩に目が行くようにするのが大事だよという話をしました。で、次にですね、この俯瞰構図、見下ろし構図ですね、これにすることによって、まあ、元々ね、そういう感じはあったんですけども、さらに強調することによってしおり先輩と僕との距離感、どういう位置関係にあるのかがより明確になって、見ている人が感情移入しやすくなるという効果があるよという話をしました。で、さらにしおり先輩の表情ですね、少し顎をクイッと上げてこっちを見下してくるような感じを出すことによって、よっ後輩くんってね、背が低いのにもかかわらず僕のことを下に見てくるようなね、そんな先輩のちょっと男っぽさみたいなのを出せるよっていう話をしました。で、そんな男っぽさだけじゃなくてね、ここは結構大事なんですけども、髪の毛サラサラにすることによって女性らしさを出してですね、男っぽい仕草と女性らしさとのギャップを表現できて、しおり先輩がなんで憧れの先輩なのかという部分を掘り下げられる効果があるよという話をしました。今回の添削ではいまいちつまらないと感じてしまう絵の魅力をアップするために、言葉をさらに掘り下げること、これがね、大事だよという話をしてきました。憧れの先輩という言葉をさらに掘り下げて、先輩の魅力がどこにあるのかを考えてみることによって、それをきちっと画面に表現してあげると魅力がさらにアップして絵に引き込まれるという話をね、添削を通してしてきました。それと今回の動画では服のシワの描き方については詳しく説明していなかったんですけど、服のシワがうまく描けないんだよという方はね、たくさんいると思います。なのでそんな時にはこちらの動画、誰でも簡単服のシワをうまく描く方法、これもね、おすすめです。興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にこのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけん、ポン！それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。